皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日も伊藤俊幸元会長に解説をしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。時代の流れが早くてですね、オーストラリアがフランスとの潜水艦の開発計画を保護にして、そして、アメリカイギリスがその原子力潜水艦も技術を提供するなんて話で、オーカスというね、米英豪ですか、安全保障の枠組みを作るんだなんて話、一度少しは触れたんですけれども、一方で日本はですね、菅総理がクアッド、初めての首脳会合に参加するなど、そちらの動きも出ていますので、このクアッドとオーカス、どういうふうに区別されているのかという話をちょっとお聞きしたいと思いますが、まずですね、クアッドって最初できたの2007年なんですよ。はい、結構前です、ね、前ですよ。第一次安倍政権ですよ。はい、ああ、はい。で、要するにそのフォイップ、だから自由で開かれた、アジア太平洋も含めて、はい、全部安倍総理の主導なんですね。言葉自体もね。そう、はい、だから安倍総理が、第一次の時にこれバーンと打ち出して、はいはい、で当時はだから あれですよ、乗ってきたのはアメリカはね、チェイニー副大統領。おお、はい。だから別に大統領は不運だったのよ、ブッシュ。あ、そうなんですね。そうそうそう、最初で、確かインドのシンさんが、シン首相かなんかはもう日本大好きだったから、もうやるやろうって言って、で中国のね、要するに対中包囲網としてのイメージなんだけど、でオーストラリアも乗っかってきたと、はい、ということで、だからアメリカはナンバー2で、あとはみんなナンバートップが参加した枠がスタートするね、はい、でその発想は実はね、海上自衛隊の演習なんですよ。あ、そうなんですか。そう、はい、海上自衛隊が初めてマラバール演習という、はい、はい、日米インドのこの枠での海軍でのこう演習に参加しようじゃないかっていうのを当時決めるんだけど、でこれをと、あと日米豪もやってたのね。これどちらも海軍の演習なんですけど、これを当時総理はよく知ってて、安倍総理は。でもここからスタートするようなものなんですね。ここをだからガチャポンすると、はい、クワッドになるわけですよ。あ、だから発想はだからミリタリーのこういう演習。おで、これって要するに1個のいつも言うけどメッセージになるわけですよ、はい、軍、はい、戦略的メッセージね、はい、になるわけだから、戦略的コミュニケーションとして使えるわけですよ、うん、だから、ね、中国に対してインドと日本とアメリカでやってどうとかねっていうのを見せることで、はい、それは大きな声で言わなきゃけど相手は知ってたっていうのを、はい、これを大きな声で言うようにするようなもんですよ、はい、でこれがクアッドの原型にあって、で当時だからその2007年には日米、米豪かな、はい、あ、ごめんなさい、日豪、それから日印で安全保障協定が結んだんですよ。そんなのもありこの演習の枠組みができて、はい、っていう意味ではクワッドの立ち上がりはもう本当ミリタリーだった、ね、ミリタリー色のある中で作ってやるんだけど、今ちょっとね違う、違うでしょ、うん、でそれはその後に、はい、実は安倍さんがその後退陣しちゃうわけですよ、はいはい、病気で。そうですね。で、はい、でオーストラリアもオーストラリアで、今度首相が変わったら、なんだこんなギラギラした対中枠組みはって言って逃げた、家辞めたで逃げちゃうんですよ。もうオーストラリア政権変わるごとにね、全然変わっちゃいますからね。ビッと逃げて、はい、でそれ復活したのは民主党政権だったでしょ、はいはい、でそれで何にもなくなってて、それで安倍さんが第二次安倍政権になって、はい、そこからもう一回立ち上がってたんですよ。そうですね、はい、で2014年からは、そのクワ、日米印のこの、はい、ね、マラバー練習はもう毎年必ず自衛隊がやって、でこれ結構、はい、東シナ海でやったりするんですよ、日米印なのになぜ東シナ海ぐらいすごいですね。でもうこれ見逃しにやってたわけですよ、はいはい、ね、日本でインドでお前で見てるぞって言わんばかりにこうわざと南シナ海でやったり、はいはい、東シナ海でやったりするというのが2014年ぐらいから始まってて、まああまり国民は知らなかったけど、一応防衛省はピネパしてたね、はい、っていうのをずっとやってたんですよ。でそういう中にあって、ところがこれって枠組みよくねやると、今戦略対話っていうでしょ、はい、4カ国戦略対話ですね。だけどあれでも英語だと本当はクワドロラテラル、ね、セキュリティダイアログだから、
だから4カ国戦略というより4カ国安全保障対話なんですよ。だからそこにもあるように本来軍事なんですね、はい、だけど現実そことが言うてもこのオーストラリアだというのがあると結局今ご指摘の通りじゃあねコロナ対策どうするかとかワクチンどうするかの戦略対話になり、ねまあ、これも元は中国のねあのワクチン外交に対抗するみたいなイメージもありということでしょ。だあとそれから 5G だとか、サプライチェーンの話になってもう完全にある意味経済安全保障になっちゃったでしょ。ということは役所で言うならばもともと防衛省マターだったのが 外務経産マターに枠組みが変わっちゃったわけですよ。確かに外交の枠組みですよね。で日本も最初に出てたのはあれでしょ外務大臣でしょ。確かに、ね、そうですね外相が、まあ、で、その向こうもあのバイデン政権の前の時も、国務長官が回ってクワッドやるぞってやったじゃないですか、はいはい、知らない間にだからあの防衛省が 外務経産に行っちゃったっていうのがクワッドなんですよ。やっぱり軍事的な、ね、NATO みたいな枠組みっていうと、まあ、インドも入っているからインドというのはね危機しているっていうことを加味するとどうしてもそうしたそのだしアメリカもね、はい、だって裏でだってインドは思いっきりロシアと一緒になって共同研究して共同武器の共同開発してるんだもん。ロシアから買ってるわけですから装備をね。さらに僕はいつもこう言ったかどうか忘れたけど、はい、その僕が本当に驚いたのは、ロシアのその武器地にね、はいはい、行った時にそこにインド人がいっぱいいるわけですよ、はい、でいやあいつらはね俺たちがいねえって武器なんかできねえんだよみたいな感じでめっちゃ威張ってるわけインド人インドやっぱり何言ったらハイテクは全部、ね、ハイテクのねハイテク部門は何のことはない全部インド人が仕切ってたんですよ、ねはいはい、という相手にアメリカが協力できるわけないじゃん、はい、本当の意味がそこまであからさまにねそうするっていうことはねせいぜいミリタリーが絡んでも、はい、演習なんですよ。うん訓練とか演習の枠組みに他ならなくて、はいはい、っていうのが、まあ、限界なんですねクワッドの、はいはいね、で実際そこで発せられたのもホイップなんですよ、自由で開かれたもあの場で安倍さんは最初発表するんですよ、はい、でそれを受けて当時の、ね、トランプ大統領は、はい、俺やないかって言って俺のものにしちゃったり、はい、クワッドはクワッドで特にバイデンさんは俺のものにしちゃってるでしょ。だクワッドもバイデンさんのもの、で、あっちはトランプさんのものみたいになって、どっちも安倍総理が言ったんだけどみたいなねっていう枠なんですよ、でまあこれって、まあ、ある意味すごいことで日本が言ったものがアメリカの政策になっちゃったから、ね、いいんだけど、はいはい、でここで何が起きたかというと、まあ、ここから僕の推測があるんですよね、はい、やっぱりアフガンからあれだけでみっともない格好でもやめたのは、はい、本当にやっぱり中国を脅威の認識が高いんですよアメリカは、はいはい、だから対テロ戦争から大国間競争へって言ったのは、はい、あれ冗談でも何でもなく、もう本当ここにやらすじゃないともう無理っていうのがアメリカの本音なんね、はい、特にミリタリーの、はい、そうするとせっかくクワッドを作ったものの防衛省またで国防省またじゃなくなってるでしょ、そうすると本当の意味で中国と向かい合う枠組みにを作りたいバイデン大統領としては、はい、さてと考えたんでしょうね、でインド違うよねと、ね、でまあオーストラリアはと でその時にもう一個思ったのはやっぱり軍事といったらやっぱり、ね、イギリスなんですよ、アメリカとは、はい、だから湾岸戦争20年前の湾岸戦争でもあるいはその前のその後のアフガンでも、ね、イラクでも、はい、全部一緒にまず最初にトマホーク打ち込んでるのは、イギリスなんですよ、ですね、だからやっぱここはね血の同盟みたいなのがあって、はいはい、だからそういう意味ではイギリスがでそれで EU を出てこうやってたらなんか急に太平洋アジアって言い出した、はいね、イギリスでしょ、だこれはだから両方のうまくが合致して、じゃあイギリス、オーストラリアっていう本当の純ミリタリーなところの研究開発という意味で政策という遂行という意味で国防省マターとしてね、という枠組みを新たに作ったと、こう考えるのが素直な見方じゃないですかね。やっぱりその潜水艦の能力としてアメリカ。まあ、そのアジアに振り向けられるその潜水艦の数だけを見るとその今中国がも非常にその
伸びてきてるっていう中で、まあ、そこにこうするにはもう少しそう増強したいと、でそのためにはそのオーストラリアに、まあ、源泉を、というかね、そこはね、僕はねシンボリックだと思ってて、うん、今回ね一連のやつを改めてオーストラリアの報道をよく読むと、はい、結構ねそういう言い方してるんですよ。でなんでかというと、オーストラリアの報道によるとね、まあ、今回入っていったものの、実際に、ね、1隻目が、まあ、オーストラリアに来るだろう時期は2030年って言ってるんですよ。で8隻揃うのは2040年と40年、そうで、これをだから、はい、その、はい、オーストラリアの政府高官の話として出てるわけですよ、はい、でみたいなね、じゃあ何だったのと、あれだって発表確かにあの大統領バイデンさんがホワイトハウスでやるんだけど、はい、そこもいきなり戦争の話してるのね、だからなんだけど、そのオーストラリアの報道を見るとこれはあくまでもなんていうの、脅威 の認識をきちっと説明するための材料で、よくそのこれって条約ですからね、だからオーカスの条約の中身自体を見るともっとだから AI だとか、量子暗号とか、そのインターネットはい、なんだっけ、セキュリティ、サイバーセキュリティの、これも軍事用なんですよ、はい、軍事用のここを高めるための共同研究開発するというのが主眼だっていう、はいはい、って書いてある。あくまでも潜水艦の話はまあ象徴的なインパクトが強いから、それこそあの見出しとして、うん、そうで、バイデンさんもそればっかり言うたからみんなええっていきなり潜水艦になっちゃったけど、はいはい、どうもねトリートメントのそのトリージー、うん、条約の中身自体はそっちがメインなんですね。だからあのバイデンさんも21世紀の新たな脅威に対する共通の対応とかね、開発とかなんか言ったでしょ、はい、そのままなんですよ。であのオーストラリアの報道が面白くていろいろ出てるんですね。でそうするとこの3つとこれの中にさらに2つで、イギリスとアメリカだけでは核ミサイルとかそっちのコンポーネントとかの研究をするっていうことも書いてあるらしいですよ。はいはい、だからもう本当純ミリタリー研究開発協力体制みたいなっていうことが書かれてるものだっていうのがあって、こう日本の報道なんでみんな書くことしないんだろう書かないんだろうと思うけど、ね、まあ、当事者たるイギリス、あのオーストラリアの報道はそんなんですよ。 BBC もそんな感じだしね。あ、うん、だからちょっと違うんですよ。ちょっと違うってことですね、うん、そうだから中国に選んでるのは間違いなくて、まあ、そのために本当の意味で、先を見据えたね、ところの技術をこの枠組みでやると。でこれはまあ知ってる人間からすると、あ、これはファイブアイズじゃないと逆にできないんですよ。ものすごい高いレベルの秘密だから、情報、ね、そう、はい、だから軍事の秘密をが共有できる枠組みじゃないとできなくて、はい、うん、そうするとイギリスとになるわけですよ、うん、残念なことに今言ったハイテクの部分なんてね、本当は日本だってできるんですよ。そうですね、なのに残念ながら入れないと、うん、それは悔しい話ですね。で本来であれば日本がまあ源泉を持つというオプションもアメリカはまあ考え視野に、まあ、可能かどうか別としてですね、うん、源泉じゃなくて本だから目的がそっちじゃなくてね、あ、すいません、うん、はい、あのハイテクの方であれば、はい、だからそのクワッドでも一応ハイテクの話するけど、はいはい、これやっぱふわふわでしょ、うん、軍事にじゃないんですよ、うん、要するにどちらかというと相手に取られるのを止めるとか半導体をねどう供給するかという議論になってて、はい、みんな、ね、やっぱり経済安全保障なんですよ、はい、だけどミリタリーに特化したインターネットだとか、はいはい、AI とかサイバー攻撃っていうのはもうレベルが違うんですね、でそこをじゃあ日本と一緒にやれるかというと、うん、せっかくの才能はあるけど、これまさに学術研究会とかなんとかでもう日本はもう一切ダメでしょ、ね、ここはもう自ら締めてるようなもんですよ、ね、これはダメだし、で そもそもその秘密保護に関してもね、スパイ防止もないし、こんなのじゃまあ話になんねえじゃねえかということで、ね、テレビに一緒にいた金原さんの言葉を借りるならば、中学生と、ね、が大学院受験するようなもんだという、ね、はいはい、状態の関係でしょ。これはねファイブアイズのか、うん、まあ、話にならないわけですよ、はい、となると残念ながらせっかく能力あるけど、うん、クワッド日本が行ったのにオーカスには入れないと、という、まあ、かっこ悪いというかね、という形になっちゃったのかなと思うんですよね、はい、原子力潜水艦という視点から言いますと、アメリカとしてはそのオーストラリアに、まあ、そう拠点があれば、まあ、そこでこう寄港したりとかそうです。だからその過ぎて2030年でしょ、じゃあそれまでどうするかっていうことで、それもオーストラリアの報道だと、
そのまでの間にアメリカが実際もう要求してきてるのは、あの機構、はい、港として寄れるところ、さらにドックですよ、はい、だから修理、ね、修理ができる源泉が入れるドックってやっぱ深くないとダメなんですね、はい、だからそういったものを整備してくれと、うん、だから今アメリカっていうのはその巡回プレゼンスっていうか、はいはい、巡回しながら駐在するっていう、駐留する、巡回駐留という概念に変わってきて、だから沖縄からも海兵隊がドーンと引いてるでしょ、ね、下がってるでしょ、はい、だからそれもオーストラリアなんですよ、そうですね、だから今アメリカ その前方展開っていうね、よく言われる沖縄だなんとかで、ひひね、反対とか言ってるけど、アメリカ自身が嫌なんですよ今。もう下がりたいと、ね、下がりたい。それなんでかというと中国のミサイルに全部ターゲットになってるから射程に入ってる。そうだからグアムの、戦略爆撃機も全部、どこにいるかわからないようにして、要するに固定しときたくないというのがローテーションっていう、ね、そうローテーションなんですよ。だローテーションによる駐留という形にシフトしていってるんですね、はいはい、でそういう意味でグッと睨むと日本やグアムよりもいい場所がいい場所がオーストラリアなんですよ。あったと、はい、だからグッと睨んで下げてでもいざという時はシュッと行けると、はい、でいざという時にシュッと行くのは飛行機なら早いけど、だから電池潜水艦じゃやっぱ無理なんですね。そうか、そうだからそういう農家から考えると高速で行けるものっていうと、はい、原子力潜水艦と、私もこれ言ったんですけど、要するに 100m ダッシュのままマラソン走れる乗り物が源泉だとすると、日本の持ってるのも含めてやっぱ電子潜水艦での 100m ダッシュはできるけど、はい、せいぜい 1500m 走で、その度に燃料中心にせんというわけですよ。常にその充電のことをね考えなければいけないって言ってます。そうだからトラック競技の中でならいいけど、だから日本の周辺とかね、オーストラリアの周辺だけを守るならいいけど、今みたいな一緒になってじゃあ駆けつけてこいなんていうことになると、これも厳選しかないですね、はいはい、うん、だからそういうつらつらと理屈の世界でいくとオーストラリアも厳選持つと、うん、まあ、こういう選択になったということなんですよね。ただそう簡単じゃないで、ね、それだって要因も育成しなければいけないですし、要因養成が一番大変なんですよ、だから俺も前言ったかもしれませんけど、私だから厳選のねやつらとよく話してて、はい、だからアメリカのやつと話してた時にあるタイがいたんですね、僕まだタイだところで、はい、今から40年前かな、それでそいつが言ったのは、いや俺はもうここでね民間に行くっていうわけよ、はい、なんでもせっかくここまでやっててどうしたのって言ったら、次機関長エンジニアオフィサーになる時があるんだけどと、これがこの試験に多分通らないと思うって言って、うん、要するに大学院レベルの、だから原子力工学の大学院レベルの試験があって、それに通らなきゃいけないんだって。そうなんですね。だからそのための学校に入って半年間か1年かな、でそこでエルミネートされるらしいよ、だから源泉の館長ってめちゃくちゃ賢いやつなんだよ。そう、修士レベルの、そう原子力工学の修士レベルの知識のあるやつが課長になってるんだから、その一歩手前が機関長なんで、エンジニアをした。だからこれじゃないと確かにね、壊れる前提の原子炉だから、そういうのは使うわけでしょ、マネージせんでいくわけですよ。で特にあの濃縮ウランを使うからね、これなんでかというと、ね、今回の 3.1 もそうだったけど、要するに燃料棒ってよく冷やすじゃないですか、はい、あれはその原発なんかだとそれって定期的に取り替えますよね、だけど潜水艦のように覆われて、鉄の塊に覆われてて、そんなの毎年交換しますって言ったら、これ毎回輪切りにして取り出さないからでしょ。そうか、はいはい、ということは最低10年以上は変えなくてもいい原子炉じゃなきゃダメで、そのためには高濃縮が必要なんですよ、まさに 20% 以上に高濃縮したウランが必要で、そうするとこれ交換しなくてもいい、燃料棒交換しなくてもいいために高濃縮ウランが必要なのね。とこれって原発が作れる、原爆が作れる、だからそことイコールになるから NPT 条約だ、核不拡散条約で平和的なじゃなきゃダメだという枠があって、ね、だ P5 以外は基本的に持てないと言われるのはそういう理屈だったんです。それで中国が今回オーカスに反発、した時に、なんか言ってましたよね、偉そうでしょ、俺たちは P5 のメンバーでね、はい、日本の記者が突っ込んだんですよ。
あのなんであなたは自分の国でね、はい、原発あの原子力潜水艦持ってるくせにオーストラリアに反対するんだって言ったらハハーンとかでなんかせせろ笑ったんですよ、あれ生意気にも中国のその外部の方がハハ、はいはい、ーンと笑って、君たちは分かってないとか言ってね、我々は P5 の一員なんだと、それと別なんだよあいつらはと、君あいつらはね、そこにやるとは何事だとか言ってたけど、インド持ってますからね、あ原子力潜水艦、それは、これだから当時のロシアが OK してるからですよ。あ、それそういうプロセスがあるんですね。P5 のどっかが OK すれば OK なんですよ。今回だってアメリカが OK したのそれだから、ううあの調印してるんですよあれ。はいはい、うん、ちゃんとそういう手続きが必要なんですね。そうだから誰も彼もだないのは、はい、確かなんですよ。だ P5 のうちの誰かがこの国に、はいはい、濃縮プルトニウムを渡してよろしいっていうのをやあの協約を結んだら OK なんです。はだから韓国無理だから。そうだ、韓国もね、作りたいって言ったでしょ、ね、去年の9月にどうも行ってて、はいはいはい、そこでアメリカにバカって言われて、あアメリカにかなりその話をしたんですね。そうで今回もあの今回のは、はい、オーストラリアだけの特別な措置であり、同じようなことを目指す各国他の国がいてもそれはあ別であるって言って、わざと例外だお前ら、これは例外のことであってそれ以外の国は目指あのダメだよってあえて釘刺したのは韓国、お前のは100年早いって言った韓国を意識した発言なんです、ね、韓国原子力潜水艦100年早いって言った瞬間なんですね、そういう関係性があるのはですよ。いや非常に、じゃあやっぱりアメリカのその許可がまあ必要で、うん、まあ、韓国はダメと、ダメで今回だからそれが許可されたという意味で、まあ持つことができるようになったっていうのは間違いないですね。ただ今言ったようにまずその要因要請どうするのかっていう話もあるし、はいはい、からあのもう一個もともとね日本に泣きついてきたでしょ、作って一緒にいて、ね、それぐらいね、はい、めちゃくちゃレベル低いんですよ、その軍需産業のね。であの時はだからもう裏工作だもんフランスのどっちかっていうとだからもうあの密約があって安倍さんとアボット首相、ね、だったのに競争に変わっちゃったでしょ、ね、そう言われ競争に変わっちゃって、ね、で競争になっても別に頼まれたもんだなと思ったら、はい、何のことはないその裏であのその労働組合ですよ。あの時も雇用の問題がすごく大きくなっていて、だからオーストラリアの労働組合と軍需産業のね、はい、と向こうの軍需産業が握ってて、それでうちだったら大丈夫だからねって言って、はいはい、でそのでは電磁潜水艦なんかないじゃないですかって言うんだけど、いやいやこのうちの空母を改造するからとか言って嘘800言って、そう、ね、でその結果5年間経っても姿も形もないわけですよ。で設計変更がしょっちゅう来て、でさらに踏んだくってね、倍さらにお金出すみたいなんで、さすがにだからモリソンが怒って、この6月 の、 あの G7 あったでしょ、あの時行ってんですよ、すでにね、マクロン大統領のとこ行って、で首脳会談の中で、いいかげんにしてと、これもうキャンセルするでって言ってるんです、でその時に一応なんか全処すると言ってたらしくて、でも多分日朝さっちもいかないんで、で裏でこんな形になっちゃったんでしょ、でだからマクロンさんが怒ったのは2つあって、1つはそういう頭越しだというような政治家の話もあるけど、もう1個はこの新しい枠組みっていうの、ね、一応太平洋艦隊持ってるからフランスも、はいはい、なんで僕は入れないの、っていう意味で、ね、何時間か前に聞かされたんでしょ、そこに対するカッチンが一番あったんだと思うよ、大統領としては。その源泉云々よりもやっぱりフランスは、まあ、ファイブアイズにも入ってないですし、まあ、そこはちょっと違うということがここで明らかになってしまって、あまりにもちょっと露骨な形ですよね、でもだけどもう22時間かね、もうすぐ電話が階段で妥協したじゃん、まあだから痛かったんでしょ多分いやまあそれは言っとかないとみたいなね、はい、今自分の立ち位置もやばいしね、まあ防衛産業だっては一大あの国のねプロジェクト、政府系ってちゃんと書いてありますからね政府系軍需産業って書いてありますからね。でフランスね、オーストラリアもね、あの軍に行くとね驚くのはね、中にね普通にオーストラそのヨーロッパのね企業の名前がバンっていったら工場がいっぱいあるんだよ。あでもベタベタやんこれっていう感じ、日本の自衛隊ではありえないですまあそれが世界の常識なのかもしれないけどね。普通はまあ官と民と分かれてると全世界的に言ってるとはいえ、実際にはまあ株を政府が持っていたりとか、まあ、ほぼやはりまあ交渉とは言わないまでもちゃんとそこはグリちゃんと一体となってやってるっていうことなんですよね、まあ、日本もちょっとそういうことが日本人が見るとよう分からん話だけど、そういう
点で僕がやってた人間からすると、はい、ああこういうことだったんだろうなっていう、イメージですよね。はい、ちょっと引き続きこのいろんな動きがありそうですので、また追いかけていきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、官僚機構に統治能力がなくなっている。シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党だ。官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか。まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。